こちらはミルワームを食べているシロロ。スナネズミも池江は大好きです。ここで問題。以前ヤンさんにコオロギを与えました。ヤンさんはコオロギをどうしたでしょう。 1. 美味しく食べた。 2. 全く興味を持たなかった。 3. ただただ殺害した。答えはわかったかな。正解は3番でした。